そろそろか。オビト、お前のかつての夢は火影になることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。その全てを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておく。お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前と凛のことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、全て。あの時凛は霧隠れにさらわれ、賛美の人中力にされていたこと、そして美獣の力が暴走することを恐れ、凛が自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていてなぜ。俺にとって凛を守れなかったお前は偽物だ。そして凛は俺の中で死ぬべき人ではない。よって死んだ凛も偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのはこの世界そのもの、この偽物の世界だ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが、俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では忍び組み手始め。すまない、結局俺はオビトとこうなってしまった。だが覚悟を固めた以上、俺はオビトを撃つ。水流弾水流弾の術。よし、いつかっこいいとこ見せてやる。行くぞ。うるさいやつ。リンは俺の描く夢の中にいる。それだけでその考えが間違いだったけど、
お前なら分かってるはずだ。毎回毎回やられてばっかりなのによく飽きずに挑んでくる。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。今の俺にはこれしかない。これが俺のできること。この世界を、仲間を、かつてのオビトを守ることは、今のオビトを殺すこと。終わりだよ、オビト。この戦いはお前の勝ちでいい。だが、戦争の勝ちは譲らん。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪に転生させる頃だ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎ、ここからは俺の時間だ。この感じはそういうことか。オビト、お前だったのか。これは、まあいい。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。
それは。何をもって終戦と決めつける。裏切り者の同胞よ。人中力だってばよ。そして行くぞ。刹那の名も気を抜くな。よいな。分かっております。気を抜かずともどうにもならない。それほどの力を手に入れたのだ。俺はお前がこうなってしまったのは神奈川を送り込んだわしのせいでもある。許せ、オビトよ。今さら何だ。詫びなら不要だ。元から失敗していたのだ、この世界は。あんたはそれに気づかせてくれた。ただそれだけだ。失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ。戦争モクトン神数戦術頂上化物十尾の人中力、想像以上の相手ぞ。この感じ間違いない。やつは なるほど。この体、ジュービが入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。俺だけの攻撃を受けて
平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただまずは過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。コロハの誰より、任界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。一緒に戦っているように感じる。どうし、距離を取る。父ちゃんをバカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。